お、ついた。不便とか言ってごめんなさい。ごめんなさい。始まりましたメカニック TV。 今日は工具紹介をしていきたいと思うんですけど、今日紹介するのはこちら、エアーチャックガン。これ知らなかったんですよ ね、 こうあのこタイヤの空気見たり、まあ、入れたりするやつなんですけど、これ普通にこれの商品名かと思ったら、普通にあのあれ全部エアーチャックガンっていうらしくて、初耳。そう、意外とよく使ってるのに名前知らなかった。全然知らなかった。あの空気入れるやつ持ってきてみたいな。空気入れるやつ。それで通じてたからさ、ちゃんとね名前があるらしい、うん、そう、ここのね工場はあの前もこのミニで日常点検とかしてたんですけど、あの空気を見るやつすらなくて、まあ、このねエアーチャックガンがね意外とそうなくて、なんか他の工具はいっぱいあるのに、いやそうそうそう、それないっていう、これないのみたいな。ついにね、はい、買ってもらえたということで、はい、ついでに紹介をしようかなっていう感じで、すごいねちゃんと袋に入ってる。かっこいい袋がついてる。ケース付き、めっちゃいい生地だよ。で、あの先にお値段をお伝えすると、こちら、はい、Amazon で3190円でした。安っ。めちゃめちゃ安いという。安い。おお、こういう感じね。ちゃんとついてますね。そう、しかもデジタルなんですよね。そう、表示がデジタルらしいんですよ。珍しいね。最近のは多いんですかね。いや、国産は多分ほぼないんじゃないかな、ね、あんまり見たことも聞いたこともない。あ、本当だ、デジタルです ね、 デジタル表記。これ2つついてるのは多分先っちょを変えれるってことですかね。あ、かな、そういうことか。まあこのままで全然使えるから普通は多分そっちです ね、 ね、まあ、これは付け替え用ということで、はい。でこれは電池式かな？多分。いけたいけた。はい。こう裏に電池入れるところがあるので、はい、ちゃんと入ってますね。ね。そう、元から入ってるんだねこれ。これでもうそのまま使えますねじゃあ、はい。ということで、ちょっと試して使って試して使ってみましょう。前回ミニ空気圧測ってないので。今日はちゃんと見れるということで、はい、見てあげましょう。はい、はい、使い方がまず電源ボタン、こっちが電源ですね、はい、ノーノーって書いてあるの。こっちノーノーノーだけど、どういう意味なんだ。あ、本当だ、ついた。あ、意外と鮮やかな表示でした、ね、鮮やかな感じで見やすい。で、単位があるみたいですね。PSI バーバーキログラムセンチメートル。これはあんまり見たことないですね。ね、KPA 普通は、あ、でも KPA が普通のキロパスカルか。キロパスカル。 K が結構小文字になってるのが多いけど、これは大文字なんですね。確かに空気見るときはこれかな、うん、じゃあキロパスカルが一番使いそうですね。で、まあ、これでもう普通に同じようにエアーつないで、はい、これもつないで、ここをピューってやると入れたり抜いたりできるやつですね。じゃあ入れましょうか。はい、メカニック TV。 これはいくつぐらいなんだろう。空気圧はドア張ってないかな、この車はさすがに。張ってないかな。だいたい普通は書いてこの辺に書いてあるんですよね。そっかね、ないですね。この車はちょっと特殊な車なので書いてないですが、そんな時のために今日はマニュアルを持ってきています。これですね。サイズによって違うのか。145 7012 145
みなまる。こっちか。前が2キロ、後ろも2キロですね。どっちも2キロですね。どっちも2キロで。これあれですね、単位がパスカルじゃなかったね。あ、確かに。キログラム。センチメートル。センチメートル。これセンチメートルじゃないのか。違うのか。ちょっと読み方が分かりませんが、このキログラムセンチメートルの方でいいんじゃないかな。これが、はい、これでぴったり、そうだぴったり。で、エアーをつないで、おお。ちゃんと。はい。はい。まああとは普通に、つなげて、あ、もう 2.1 ぐらい入ってます。あら。せっかくだからちょっと、じゃあ今 2.7 ぐらい。で抜くときはまあ大体一緒ですけど、うん、このボタンで抜いて、まあ、これでもともと入ったぐらい、はい、2.1 ぐらいですね。まあ、ちょっと高めに入れておきましょうか。まあ、でもデジタルだからこの細かい数字まで見れるのいいかもしれない。これバックライトって消えちゃうんですか、使ってると。ね、緑の。あとね、普通にそもそも電源が結構すぐ切れてなんか違うのかな。空気を先っちょをつけたらつくとか、そういうこと。そんなことない。このボタンでついたり消えたり。ああ、測り始めたら数値が出るとかじゃないのか。でも抜いてるのまで今いくら抜いてるかって分かるのがすごい。本当だ、すごい。それ抜いてる量が出てるんですかね。抜いてる量が出てる、うん、入れてるのも出る。これで同じぐらいかな。はい、小数点2桁までこうちゃんと出るから、そう、逆にぴったり合わせるのがちょっと難しい。まあでもいいですよね、見れるのは。はい、一応4本見とく、見ましょうか。ほらもうこのね、移動中に消えちゃうでもこの状態だったら刺してもついたりはしない。あ、そういうこと。あ、もうつかない。 あ、ついた。なるほど。え、そういうこと。電源いちいち入れなくていいんですね。そういうことだ。測り始めれば勝手にもう画面はつきますっていう。なんだ不便とか言ってごめんなさいごめんなさい。そういう、あ、じゃあもう本当にスイッチとかも気にせず、うん、アナログのやつと全く同じように使えるんですね。言ってよ、さっき言ったで消えてますが、はい、消えてます。刺すと、おお、つきました。ここだけちょっと低い。こう、はい、で4本いい感じになりましたね。電源つけなければこのライトもちゃんとつくん、うん、まあ、測り始めてる時に最初にライトがつくみたいな仕様なのかもしれない、うん、なんだ便利じゃん便利普通に便利じゃん。メカニック TV、 はい、ということでエアーチャックガン実際に使ってみましたが普通に便利でしたね、はい。最初すいませんっていう、すいません、電源つけないと不便ちゃんとか言って消えちゃうとか言ってつかねえしとか言ってたけどちゃんと配慮でした ね、電池切れとかしないように。そう、あ、そうだね、無駄なね。そうだから測ってすぐ消えると、うん、いいですね、はい、普通に便利でした。しかも意外としっかりしてる感じですよね、うん、持った感じも使いやすいし、そんなにチャッチそうなそう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 イメージじゃない。値段の割にはすごいちゃんとしてるなって感じでした。まあでもね、付け替えをもついてる。なんか数字が逆に細かくて、うん、針の方が意外となんか妥協できちゃうというか。いや確かに気になる人は多分気になっちゃいますよねこのぴったり合わせるのはちょっと難しそうでした ね難しいけど、まあ、いいことなんですけど細かく測れてるということなので、うん、そうね、もうそこまで合わせたいっていう人はいいかもしれないけど、うん、はい、気にしちゃう人はちょっと気になっちゃうかもしれない。逆に針の方がいいかもしれない ね確かに。でもいい商品でしたね、はい、まあ、これで3000円ちょっとと、うん、めっちゃいいじゃん。 Amazon で翌日配送で届きました、ね、さすが Amazon、 はい、はい、まあ、一応ね、あの今回
紹介させてもらったもの、あの概要欄に載せておくので気になった方はぜひ見てみてください、はい、ということで本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。メカニック TV。